久しぶりの登場ということで、毎年ヒットに盛り上がっているくださいネクストライブショーケース登場するのはこの人の登場新郎千秋レッツゴーハメグリの裏ベース帰ってまいりましょう。あゆちゅうきです。おはようございます。この3年ぶりのステージに立ったらこんな気持ちになるんじゃないかなっていう気持ちをですね、まずは歌にしてきたので、そんな中からいきたいと思います。ご購入の方、あのね、在庫を抱えたくないって町内会の方に言われてるんで、ぜひ皆さんちょっと買ってくださいね。お願いします。はい、そんなわけで、ではちょっとね、次は春からの連絡をけなげに待つそんな女の子の歌を歌ってみたいと思います。私にぴったり、レッツゴー。ちょっと大きい。Thank you.
with me, alright? 燃えまくるし君の毎日の隙間を全部音は欲しいけど、わがままな女の子だじゃないことはもう愛の失敗また繰り返すほどバカじゃない、皆さん元気でしたか？今日は本当に早い時間からたくさんの、ね、方が石川町に集っているのを見て、なんか本当息を吹き返したなみたいなね。お、息を吹き返したな。まあまあいいじゃないですか。こういうね素敵な芸は一生で語り継がれていくべきですよ。はい、まあそんなこんなで、後ろにね今日はギターさんがスタンバってくれております。ギター松岡正義さんです。マッチャー。今日はねちょっとねアコースティックライブなんかもやってみようかなと思ってるんですけれども、音に揺られ酒に揺られそして散財して帰ってください。それでは聞いてください。お願いします。まずは皆さんが知ってるような曲からアコースティックでいきたいと思います。歌いながらは一緒に Where am I? How come? I don't have this house at the moonNo, I won't be away. No, I won't be away. Just alone, I just stand by me. Do you want to hear it? Oh, darling, darling, stand by me. Oh, 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 stand by me. No, I'm not saying.それではこのスタンドバイミーの手に合わせて私が作ってきたオリジナルソングをここからは少しだけ歌わせていただきたいと思います。それでは聴きましょう。どうぞ。ねえダーリン聞いて、私今知りたいことがあるの。真面目すぎるとあなたは笑うけど、これと言って特技がないことも、少し丸く低いこの鼻も、大きなこの手もコンプレックスなの。たとえばあなたが街中ですれ違う女性に気を取られ、ついていったらどうしようなんてバカみたいよね。「いつでも元で通してる」
手をつなげた夜は眠れず朝を迎えてたら何よりも特別なことだったの。おでこにキスをした8月の夜、初めて見えた知らない顔に胸が震えるほどときめいてたの。いつでも妄想デートしてるよ、エビデイデイ。あきらきら毎日が特別なスペシャルデイ。たまに見てないふりして見てるよ。You're with your heart, your eyes。 もうどうにも止まらない Don't stop now。もうどうにも止まらない。 Don't stop now。 気持ちいい。何が起こしてきた？まっちゃーん、まっちゃーん、変化だと思ってきちゃった。まっちゃーん、いたー、あれしめた。そう、どうしましょうか。なんかだいぶ後ろが整ってきてるんで、裏にしようか。なんかちょっとあれがあれで、本当はですね、ちょっとね、ここで聞かせー、聞いてくれみたいなアコースティックライブをしようと思ってるんですけども、皆さん、たまには心で聞きながらの音楽はどうですか？ OK？ まっちゃん OK だって。やろうって、うん、あ、そうなの、もうあれしちゃった、あ、なんてこった、アフターパーティーに撮っておきますというわけですね、まあそれでは、ここからは私のまたシンガーライブに戻るんですけれども、本日本当に3年ぶりの、開催ということで、まず私は朝からこのステージを組んでくれた、そしてテントを作ってくれた、そして今日までの日を作り上げてくれた町内会の皆さん、そして、運営の皆さんに本当にありがとうが言いたいです。本当にありがとうございます。本当にありがとうございますね。もう3年経っちゃうと私も時効でもうあいついいかなって呼ばれなくなるかなと思ったんですけど、よかった、はい、ここしかやってないそうなんですよ。いや本当にね、3年ぶりにこうやって開催できたっていうのを、少し世の中も動いてきたんじゃないかななんて、そんなちょっとね、心が明るくなるような今日はそんな休日でございますね。晴れたしね、本当に雨かなと思ったところで晴れて本当に嬉しいです、そして最後に、まあ、一曲歌わせていただく前にですね、私は普段中区のコミュニティ FM、 今日もブース出ております、マリー FM という、コミュニティ FM の方でレディオジャック横浜という番組を、やらせていただいております。そちらの方でですね、石川町の熱いメンバーと中区を盛り上げるぞっていう気持ちで、ラジオお話ししておりますので、ぜひぜひ皆さんマリー FM チェックしてください。お願いします。はい、そして、石川町の妖怪 T シャツ、バリエーションは石川町の酒神というね、酒の神と書いてある T シャツもございますので、ぜひぜひ皆さん1枚2000円となっております。ありがとうございます。ご購入ありがとうございます。ありがとうございますね。1枚買ったらもう1枚買って1人3枚ぐらい買っていただければ在庫を抱えないで済むということなのでちょっとね、発注しすぎちゃった。よろしくお願いします。さあ、ではこの曲を歌わないと終われないということで、皆さん聴いていただきたいと思います。石川町には地域ソングがあるんです。それでは聴いてください。今すぐ石川町ぜひね、リズムに取りながら。川沿いを過ぎれば見えてくる心躍らす街並みはね、あなたと二人満たされやしない
ツはレディゴー、あなたとレディゴー、ワンツースリーしてほしい石川町、私のことも知りたいのなら、この街の人に聞くといいわ。例えば駅裏のマスター、この酔いがかりで昔話して夜も更ければ失敗は少し内気なあの誰